はい、どうも、ルーでございます。サリラーやっていきたいと思います。はい、クリスマスイベント、順調でしょうか？もう俺は一生懸命すぎてね、動画に出すようなこともないっていうぐらいまで、やってる状態ですね。で、今日メンテ来て、アップデートしましたね。スター公演、乙女の神結開幕。次のスター公演が始まったと。VS レビューか。で、無限の舞台、新幕開幕。この年末に追加してくるっていうのがね、なかなか憎い心意気ですよね。結構やることなくなっちゃうことって多いと思うんですよ。あとはなんかこう、なんていうの、ひたすら周回させるだけのクエストを、先週ぐらいに配信して、そのまま、やっとけよみたいな、イベントを出してるアプリが多い中ね、ここに新しいものを追加してくる。まあ、アップデート的な切り替えのものもあるにしろ、やってくるっていうのはなかなか憎い心意気ですよね。で、初心者向けの攻略ガイド、スタリラの楽しみ方。なるほど。すごいね、ガチャ履歴も見れるんだ。なるほど、これ、あれですね。例えばアプリを実施しちゃった時とかに確認もできるしね。充電中にアプリ落ちることありますからね。あとは、俺とか、実況者向けのがね、動画外で聞きましたみたいな。まあ、どうでもいいか、そんなのは。あとこれ、ランチバスケットのね、機能。これ、あれなのかね。ちょっといろいろ考えてたんですけど、少ない時間の、をプレイしてる人でも、もっと、スタミナがもらえるようにっていうことなのかなっていうふうにちょっと思いました。これ、張り付いてないと結構、もらえないじゃないですか。6時間に40。で、1日マックスで、4、6、20、240。だったかな。水の流れのように、時に急激に。だから、まあ、それ考えると、表現の緩急が大事な役だね。6時間ごとに見なきゃいけないから、まあ、それも大変っていう人もいたのかもしれないですね。ただちょっと俺あんま分かってないのが一個あって、マイシアターがどのくらいの頻度で出てるのかっていうのがちょっとあんま分かってなかったんですよね。渾身のとつくアクトの威力を一律で強化。これちょっとありがたいな。この湖の神殿で、ちょっと待って。アトスヒカリちゃんのヒットポイントが 5% 上昇して、なんと、パワーが 10% 上昇。渾身の斬撃をきらめきの斬撃変更。なるほど。この流れだと渾身のっていうやつが強くなっちゃうもんね。今回のアキラは見どころありありだよ。やったぜ。この重視の近い。2になるのかなりいいな。俺結構これで苦労してたんですよね。今のクリスマスイベントでオートでクリアできないときは、だいたい最後、最後の10ターン目に AP3 のバフを2個打って負けるみたいな。オートで。何やってんねんっていう。で、51から100幕を追加と。で、メモアール追加。報酬面もあるか。これもいいよね。ヒットポイントと通常防御力。これも理にかなったメモあるなんでね。で、スター公演。VS レビューね。乙女の神結。攻撃を115万あんだ、マックスで。素晴らしい。雪属性からの膝ひダメージを減少。星3みちるちゃんから食らうダメージ減りますね。で、カラステングピックアップ。おとなしいってえちゃん。実際に水を操っているように見せるには。あ、マジか。シズハ様とヒカリちゃんのピックアップにもなってるんだ。にくいね。時間とは本当は流れる水のようなもの。水挟ま欲しいけどな。だから私が管理をしないといけないの。今俺あれなんですよね。タンク外して
光ちゃんでこう受け流しながら攻撃をするみたいなパーティーを作ってるんで、なるほどなるほど、いいね。で、一番大事な音無し一恵ちゃん、時間とは本当は流れる、防御リアルが全体的に高い精度ですね。私が管理をしないといけない。通常防御力が低い敵を狙う、クライマックスアクトにより相手ユニットを切り崩すことが可能。まあ、やっぱ1体でも減るとだいぶ変わりますもんね。これじゃあ PVP 向けですかね。欲しいね。私が泣くのは悲しいからだよ。一人が寂しくて、寂しいから涙が出るの。この子が最前列にいてくれたらちょっと安心かもしれんな。引こうかな。じゃあせっかくなんでね、イベントもあるからあんま石使えないけど、どんな形にも姿を変える水のように柔軟に。ちょっと先にじゃあイベントの進行状況だけ、あんま興味ないかもしれないけど、紹介させてください。この世はちょっと待って、先にマイシスターじゃね、アップデートでもうなくなっちゃった。水の流れのように時に急激に。今ポイントはマックスまで到達しました。あと2日ってところで、で報酬をお店か交換できるサンターボも、あと赤のサンターボで欲しいのはここのはしごピース1個になって、で青を今集め始めてるんですけど、ちょっと進捗は悪いですね。このここから上のやつを全部欲しいんですよ。あの花束も欲しいし、でこの3000が集まるかどうか不安なところですね。結構回してるとは思うんですよ。わかんないですよ、みんながどのくらいやってるかわかんないけど、今レベルも65まで上がってるんで、だいぶ頑張ってる方だとは思うんですけどね。石も240消費が終わるまで砕いてますね。一人はみんなのために、みんなは一人のために、はい、さてなのでね、そんな弾けないので弾きたいなと思いますよ。まあ星さん以上1点で星さんの舞台少女が出たら嬉しいんですけど、とりあえず10連は見ていきたいなと思います。で、その後、ちょっと自分の今の育成状況をお伝えして終わりにしようかなと思います。いいね。この段階じゃわかんないんだよね。ある虹。そして金も2枚。1枚は確定だが、大切な人への贈り物。ニューではない。臨命館女学校演劇科1年。かぶりですねタクシー代50円。世界の財宝は私たちのもの。これどんな能力だろう。バナナイス。ひかりちゃん、ニューですな。シークフェルト音楽学院舞台。あれだな、星さんの舞台少女欲しかったな。永続で素早さ 8% アップ。なるほど、素早さ 8% アップでヒットポイントだけしか上がらないんだ。面白いね。これでも使いたいですよね。これは永続4ダメージアップでヒットポイントしか上がんないんだ。これも面白いな。これは永続非ダメージダウンでアクションパワーと特殊防御力。これはあれだな、星さんのミシルちゃんとか使う時の使えそうだな。
あの子のことが忘れられない。今育成状況、絆をね25まで上げてるキャラは今んところいないんですよね。平均的にこう上げてっちゃってる感じですね。で総力光ちゃんが一番高いのか。これ変わったからだよね、能力。昨日まで普通にマギルちゃんだったんで、ステータスが変わったからだね、これ。ありがとうございます。で、まひるちゃん。まひるちゃん、強いね。ただ、特殊なんで、今回の、あれ、なんだっけ。今やってるイベントのボスには、あんまダメージ取んないですよね。それが、もったいない。まあ、めっちゃ強いんでね。うん。それもしょうがなしかなとは思うけど。この3体ですね。もうほんと。この3体でなんとか回してるって感じですね。であとはガチャゲンで言えば、ミチルちゃんと、あ、そんなもんか。あ、違う。このしずは様もガチャゲンだ。であとは、イベントキャラか。で、基本回してる感じですね。誰でも手に入るキャラが基本。これね、全部集められなかったのが本当悔い残りますね。実際使えるキャラだと思うんですけど、ちょっとやっぱ星5だときついよね。もう絆復刻でもしない限り集められないんで、はい、みんなもこういう風にならないようにね、今回しっかりカレンちゃんね、今回は頑張ってます。ちゃんとやりました。カレンちゃんをね、星6まで育ててあげてください。全てにおいて完璧。こんなとこかな。あ、1個あるな。一応ね、4を回してるんですけど、負けちゃうときあるんだよね。さっきのスキルの兼ね合いで。全部見ればいいのかもしれないけど、このパーティーではないな。これ、起動する端末によって変わっちゃうんだよね。これかな？うん。今、これでやってるかな？特殊の攻撃が、まひるちゃんだけになるんですよね。なので、基本的には入りやすい。最後の10ターン目にパワードレインとか使わなければ、勝てると思います。はい。お、これがきらめきの斬撃パーってやつか。ありがたい。私だって早く行かないと。負けないから、絶対。お、回復した。覚悟して。負けない。今のが2位になったんだよね。ありがたい。大丈夫？みんなにプレゼント。後ろのやつが落ちた。どういうことになった？ハッピークリスマス。優雅に。みんなの手紙を一つに。行け。まだ半分か。私だって。お、いいね。今2000も当たった。どんどん行くよ。すごい。そこ。こうすればいいかしら。たまった？たまった？きらめき。たまってないんじゃないの？きらめき。優雅に。いたずらの時間は言ってあげて。さまようないように。これちょっとまずいな。これダメなやつじゃん。
5回に1回ぐらいで負けますね。はい、なんかもう負けるところを見せて終わるなんて締まりがないな。というわけでご視聴どうもありがとうございました。皆さんは良いクリスマスをお過ごしください。じゃあね。